こんにちは安です今回はーベースでノート情報、ノート情報のノートオン情報ですね。そこの値を基準に、えー、その直前に、えー、何かこう、コントロールを挟もうと、えー。そういうロジカルプリセットを紹介します。うん、マクロじゃないです。ロジカルプリセットです。うんうん、プリセット一発であの進みますので。で、えー、僕が作って、ちょっとあのショートカットに入れてるのが、 例えば、えー、コントロールチェンジ11番、エクスプレッションの0ですね。0を、ノート情報、ノートオン、まあ、ここでリストエディターで言うと、この開始位置ですね。この開始位置の1ティック前に、えー、その、エクスプレッションの0が入るように。っていうロジックあプリセットと、あと、あの、その127ですね。値 MAX のやつが同じく、まあ、1ティック前に入るように、ノートオン情報の1ティック前に。と、もう一つあの、よく使うものとしては、ピッチベンド。 のゼロですね。ゼロあのリセ、まあ、リセットの値ですね。えー、それ <coughs>、うん。えー、これさ、値が紛らしいんだけど、これ、表示の変え方ありますかねわからないんだよね。誰か知ってたら教えてください。えー、まあ、そのゼロのピッチベンドレンジがね、元に戻る値をサティック前、ノート音情報の3ティック前に挟むよっていう、えー、挟みなさいという、そのロジカルプリセットを組んで、えー、キーボードショートカットに割り当ててます。この3つですね。 えー、でまあまあこれよく使いますよねあのこの辺りは。まああのまあ、例えばあのそのこうエクスプレッションをつけていく、えー、つけていくノートのところでこうその前の段階のところでこうちょっとこうリ,リセット挟みたいまあ127なりこうだんだんこうあの上がっていくんだったらまあここはゼロであってほしいのでねゼを挟んでおくとかね。<laughs> でまあ、またその前の段階で0エクスプレッションが0になっちゃってて音が0、まあ、とかねそれより小さい値、まあ、127より小さい値になってて次の音に影響してるので、まあ、そういう時に、まあ、127をこうそのあとに挟むとかね。 で、えーまあ、ピッチベンドも同じ感じでその直前まで、えー、上が例えば上がりっぱなしで終わってたりとか下がりっぱなしで終わってたりとかっていう時に、えー、その次のノートのところにこう貼って挟むと。でまあ,あの実際のデータ入力データ制作の時にもまあこうやって使いますけれどもあとその作ってる最中に視聴する時ねちょっと。 ちょっとこうまあピッチベンドのこうかかり具合とかがリアルタイムで入力してあるんだけどあんまりうまくいかないみたいな感じで何回もやり直すみたいな時に、まあ、その直前に1個挟んでおくとか。で <coughs> ちょっとまあそういうピッチ面倒を作るときじゃなくてもいいんですけれども、ここから聞きたいんだよねっていう、ちょっとここから聞きたいと、主張したいんだというときに、あの前の段階の命令が聞きっぱなしになってたりとか、で、えー、まあなってるときに、一旦仮にそのリセットコマンドとして挟んでおくとかね、あのあそういうときによく使いますので、まあ作ってショートカットしておいたらいいんじゃないかなと思うので、お勧めしますね。あのコントロールチェンジ11と、まあ,まあ特にピッチ面倒の方かな。 うん、まあまあこの2つは、うん、作っておいてもいいんじゃないかなと思います。でまあロジカルプリセットでなんですけれどもおお、これなんかクリックがね、うまくいかないときあるんだよな。なんだろう、ありませんうちだけですかね。こうやって今クリックすればいいんですけど、クリックした瞬間クリックが切れるみたいな。<laughs> なんか クリックしたところをダブルクリックになっちゃってるのかなうちのマウスがもうおかしいのかもしれないけど <laughs>。えっとまあいいや。でまあ例えば、えー、まあ、そうだな。こっち行くか。わかりやすいか。えっ、ー、とコントロールチェンジ11番エクスプレッションですね。これをやるには、 えー、挟むやつなんですけども、まあ例えば、まあ、あの挟みたいところ選択すると、まあここねノート等しいあじゃあタイプ等しいノートにまあしておくと、まあこう選択したやつだけが対象になると。と何も選択してないと、このままあの適用するとこう全部のノートに行きます。えー、で、まあこれ置いておいて、で次の実行命令なんですけれども、あのタイプ1行目ねタイプ値を固定コントローラーにします。で <laughs> 2行目、値1、値を固定。これね、B-2 って書いてありますけど、これね、あのつまり0です。あっ、違う違う違う、ここ11です、あのー。コントロールチェンジのナンバーね、値1っていうのはで、11ね。で、値2がそのパラメータですね、127。えー、で3、4行目なんですけども、ここ、ポジション、引く1の ppq ですね。これ1ティック前 ノート音情報の1ティック前に挿入ですね、ここ挿入にして <laughs> に、えー、新しいコマンドを挿入しなさいというプリセットです。だからこれでやるとこうやってこう入りましたよね。1ティック前に入ってますよね。うん。えー、こんな感じです。でまあ別のコマンドをコントロールチェンジを挟みたいんだったらここの、えー、値1ですね。 1> 値1のところここ今コントロールチェンジ11番とかにしてあるのでまあ、全くもう挟みたい番号何でもいいですけど20番とか30番とかまあ好きな任意のね番号を入れればあのそのコマンドがコントロールチェンジをこう挟む挟むロジカルプリセットになります。でまあピッチベンドの方なんですけれども、えー、インサートピッチベンド0。 これねちょっとあの一、ーまあ、癖あるというか一、まあ、つ覚えないといけないところがあるんですよねでまあ同じくこの上の方はフィルタータイプのタイプ等しいノートでいいですでこの辺は同じなんですけど1行目タイプでピッチベンドうんまあ見せ定でもいいんですねここは <laughs> あたえはここで <laughs> ピッチベンドうんあのー、どっちでも 同じですで、えー、ピッチベンドにして値1と値2があるんですけどピッチベンドちょっと特殊なんですよね。えー、値1がねいわゆるファインンチューンなんですよで値2が、えー、ベンド量って、まあ、マニュアルにはベンド量って書いてあるんですけどでね。 便、うん、度量って書いてありますね。でねこれねちょっと分かりにくいんだよねあの0から127までの128段階になってるので分かりにくいんですよ。<coughs> でまあ分かりにくいんですけどあのね、えー、こ,のこの128段階あの全部で1万631万63んだ ?363 とかなんかそんな感じの値でしたっけマックスでいくと。 いくつでしたっけあ16,383か、うん、これって全部なんですねフルレンジなんですよフルレンジの値なのねこれ分かりませんかねこの変え方ここ0にしたいんだけどゼロ要はプラマイを使う値の表示にしたいんだけどこう変え方ちょっと分かんなくて誰か知ってたら教えてください <laughs> こっちではねちゃんとこう0値になるんですけどプラマイで表示されるんだけどねうんまあいいやで なそれを要は今1段階がねでそうすると128段階にまたさらに分かれるわけですよでそのそれがこっちファインチューンっていうこう値1の方なんですよこっち値2の一つの値をさらに128分割してるっていうのが値1、まあ、だから鍵盤でいうと鍵盤でいうところのこう鍵盤はまさに鍵盤の半音ずつの分かれ あのこう分け方っていうのでこれをセント法だとこう1半音100セントとかっていうじゃないですか,かさらに分割するでしょそれがこっちは値1ですね、まあ、そんな感じですので、えー、例えば2まあ,あの0にする場合は、まあ、ここ基本0ですファインチューン0にしておいてから、えー、ここを64にするとちょうど中央値に来ます0ですねいわゆる0。 で,になりま,すでまあこれこういう感じで分かりづらいので <coughs> あのー、まあいわゆるこう視覚的には分かりづらいわけだよね。<laughs> グラフィカルには分かりづらいのであの、ね、例えばそのレンジ12レンジ12にしてじゃあ半音上げたところにの値に設定しましょうってなったらこれねあのー。<coughs> 8, でその設定した値設定したい値の一番近いかつ、えー、それよりも小さい値になるところをこれで探していきます値2ででまあこの場合さっきちょっと調べたら69でしたでねまあこれで仮に、えー、ちょっと挟んでみると8832だよね 8832でこれにあと42足せば8874になるんですよので、えー、ここ値1の方を42足してやるとこれでもう一個新たに挟もうかこんな感じでねでこれで、えー、8千ん ?8000 え <laughs> これね、ちょっと待って、もう一回やってみようか。あ、できたか。あれなんかね、挙動が怪しい時あるんだよね。あれ ?8,910。今、いくつって入れた ?42 って入れたよね。あ <laughs> 値が違ったんだ。<laughs> えっと、失礼しました。8,874になりましたよね。うん。なんかこういう感じで数値を探していく。一番、 設定した値よりも小さいそれよりも小さい値の中で一番近い値になるようにまず値2を2の値を探すんですよここでこの場合8874に一番近くなるのは近くて小さい値はこう69だったね、うん、で、えー、そっからファインチューンの方で こう持ち上げてて足足りない分を足してやると数値ねあの単純に1は1です1は1です1は1っていう、あのー、数値の量としてはね普通に足し算をすればいいですで <laughs>、えーまあ、そんな感じで任意のものをは値を挟めるのでまあ面倒、まあ、くさいですね <laughs> はい面倒くさいです <laughs>、うん、これなんか別の方法あったらいいんだけどね値の制定して下で要はグラフィカルなインターフェースを グラフィカルなユーザーなインターフェースを用意してくださいって <laughs> あの思いますけども <laughs>、うん、とまあこれはこれで置いといてもいいと思いますけどね、うん、まあそんな感じで、えーまあ、ピッチベンドについてはちょっとこう値1と値2その決め方っていうのがちょっと特殊ですよっていうところなのでまあ覚えて、えー、おくとで、えー、まあ最後4行目は、まあ、これも同じですねあのポジション で引く、えー、3ここは3ティックにしたらこれねあの自分のデータ制作のポリシーで決めてくださいあの、まあ、自分は10ティック前に挟むんだというんだったらこう、まあ、10ティックにして、えー、やります手、えー、作りますえー、まあそんなところでしょうかねあそうそれでね、まあ、ちょっとおまけですけれども今これノート音情報を元に何かをするという。 ロジカルプリセットを作ってますけど、これノートオフ情報を元に何かしたい場合ですね。このノートオフ情報、こっち側だよね。こうお尻側。えー、こういうリストエディターで言うと終了の位置だよね。この終了の位置を、えー、目安にして何かしたいと。何かさせたい。という場合には、ここにもう一行ね、挟んでやります。おい。これちょっと広がらないんだよね、ウィンドウが。 <laughs> ちょっと広がらないで見にくいですけど <laughs> まあ,あのでもう一行挟んでここねポジションにして長さを追加にしますこれ長さってノートの長さなんですよここ長さねこれ1あるから1グリッド分あるから、えーまあ、16分音符だよね分の長さは奥が追加されるんですよポジションにねまあこれねポジションどっちでもいいですよあの命令の順番は命令の順番は構いません あそうそうでこう挿入ねこう挿入にしとかないとね <coughs>、えー、メールの順番はどっちでもいいですどっちも同じだけどまあ見やすいっていうか、まあ、理解しやすいかなっていう感じでちょっと長さを追加を先に入れておきましたで長さを追加しただけならこの値と同じところに来るんですけどこう終了位置に来るんですよこ終了位置こうね前のノートのこの終了位置4十の2の2の0 でここにピッチベンドが今入りましたよね。これねになるんですけども、まあ、そこに、まあ、そこを起点に、まあ、例えば、えー、3ティック後ろにピッチベンドを挟みたいんだとしたらこんな感じで、まあ、ポジションを、ね、多,多数を入れてやるとこや3ティック後ろに入りましたよね。うん、こんな感じで まあ、ノートオン情報とノートオフノートオン情報を元に何かするノートオフ情報を元に何かするっていうそのロジカルプリセットっていうのはあのこんな風にしてあの作れますので、えーまあ、ちょっとね、まあ,あそれ必要だなと思った方はですねあの試しに作って、まあ、キーボードのショートカットで、ね、なんかこう登録して、えー、使ってみてくださいということで終わりますご覧いただきありがとうございました、えー、よかったらですねチャンネル登録などしていただけると嬉しいです1000人いくとですね スマホを使ってお手軽に配信ができるという、えー、ことらしいのでですね <laughs> 僕は今とりあえずそれを目指してます <laughs> のでよろしくお願いします。ということで終わります。